これが観光名所ってマジかよ。というわけでスタバで割高なお砂糖の塊を買い、名古屋平野の北西の僻地へと向かっております。この濃尾平野、気分転換がてらした道で横断してきたけど、信号待ちが多いからか、なんか2時間くらいかかったよクソだね。当然ながら名古屋に山を侵食されてできた平野部なので、運転マナーも名古屋だ。岐阜県が意味をなすのは、アフリカ風に惹かれた県境と、郵便物の宛先だけだろう。タイムラプスレベルの倍速のおかげで、一瞬で退屈をショートカットしました。建物の背が低くて直線したいなだけで、名古屋と変わらんですね。は？なんだその路中、そんなところに座ってても電車は突っ込んでこねえぞ。徘徊老人の軽自動車は日本名物だな。現代に神話を紡ぐなら、何かしらの形で描かれるだろう。実はここ過去に来たことがあって、157号線って言うんですよ。起きたら死ぬ、の157です。とは言っても山賊神出鬼没ロードになるのは、山の中に入ってから。平野部のうちは、ご覧の通りのスイスイ回送路です。楽しいように見えるだろう？地味に退屈なんだよなこの道。直線が長すぎるんだろうな。ちょくちょく楽しいコーナーはありますが、なんかこう、これが YouTube 動画なら2倍速で見てるな、っていう感じの道です。左に野良ヒガンバナが咲いてますね。勝手に摘むやつが惹かれて死ぬことも祈るヒガンバナ。ちなみにこの手の道、地元民がアホみたいに早かったりするので、道譲りを念頭に置きましょうね。乗り物の性能とか腕とかじゃなくて、常識の範囲で走っている限り、後ろの車を詰まらせちゃうあれだ。バックで出てきた軽トラを横目に、春には花見の名所とされているらしい。そんな157を登っていきます。目的地は川の向こう側なので、適当なところで渡りましょうね。緑が深くなってきたでしょう。岐阜の緑は文明から断絶された気分をくれる。あの赤い橋ですね。後ろのステップワゴンが結構速いのは映ってない。さっきまで都市部のクソ交通を愚痴ってたのに、一瞬で山奥まで来ましたよ。霧がかってていい世界ですね。例に漏れず、雨男発動中なんだよな。そしてこのくねくね、見通しが最高にいいから、思いっきり走っても迷惑がなくて素晴らしい。ちょくちょく狭くなるけど、こっち側の方が走ってて楽しいね。特徴的な古き良き鉄道橋をくぐり、右側に駐車場、多分サムネかタイトルで、断層しか見どころないクソ田舎みたいな表現してるだろうけど。自然がいいんだよ自然が。というかスタバの紙ストローが潰れてきた飲みづらい。むっちゃのどかな音ですな。余裕の音だ。自然が違いますよ。夏の暑さも一段落して、太陽光注がぬくもり空のもと、鈴虫も鈴虫。最近一気に寒くなったのお前のせいかしね。まあ適当に歩くよね。暑くないのって最高。しかも水が降ってきてない。ジャングルになってる山みたいなところに展望台があるらしいんだけど、行きそびれました。そしてこの右側の建物、なんかの展示施設らしいんだけど、入館料が数百円かかるし、16時に閉まるんだよね。微妙に歩きないのくさ。多分受付や掃除のおじちゃんおばちゃんという、雇用喪失をしてるんだと思います。素晴らしいですね。で、断層がどこなのか、私はまだよくわかっておりません。見てるだけで心が洗われるレベルの、すがすがしい田舎の景色だなおい。なんか、館長の孫が幼稚園の砂場で、適当に作ろうとしたっきり飽きた山、大型化した後に、草が生えたような変なのある。まあ多分これ断層じゃないよな。見学に来た子供たちが、自由時間に登ろうとして先生に怒られる場所として定評があります。草。道路の反対側に渡ってきました。現地っていう看板があるけど、石垣やん。いやーね後で気づくんですよ。左側の斜面こそが断層なんだってね。この世界の開発者が、場所が余ったから、適当にどこにでもある石垣と低木くっつけた、みたいな三角巣だよな。とりあえずここが観光地じゃないことは分かった。この不親切さ、この近くに呼んできたら、客がみんなそっち行くわ。私が今立ってるの車道なんだけど、車が来なさすぎておまけに見通しも良さすぎて、花見できちゃいますよ。蜂が飛んでますね。外回りご苦労様です。花見と称して交通渋滞作ってゴミのポイ捨てするくらいなら、こうやって近所の雑草見てたらいいんじゃないでしょうか。十分すぎるくらい綺麗だよな。0.5 秒くらい絶妙に映像足らんかった。というわけで反対側に回ってみます。なんだよここ、ちょっと雨上がりの湿った日に、絶対子供がすっ転んで頭打ってるだろ。スクールバスで乗り入れて、子供が意気揚々と飛び降りた瞬間に、足元のぐじゅっとしたぬかるみ感でなえる駐車場来たよ。むっちゃ農業やってるんだよな。のどかすぎるんだよな。今おもむろにズームしたのが、多分断層です。この辺って全ての高速インターから絶妙に遠いっていうクソリッチなんだけど、この自然とくねくね道があるからな。過疎化過疎化って言うけど、環境破壊で都市部の侵食を進めた数十年だったし、余った分は自然に返せばいいじゃないですか。自然だって、台風のどさくさに紛れて、余った分を道路に返してるじゃないですか。私引きかけましたけど。記念撮影しろと言わんばかりの台。
これなんだよ、ちょくちょく子供がどうとか言ったのは。空気や風、音と緑の色の良さ、それが織りなす現代日本の空間としての質の高さ、そこら辺を考えると、都会で育った子供と自然で育った子供、幸福度ベースで見るとどうなるんでしょうかね。ほどほどに自然に触れさせながら都会で育てて、大人になったら緑豊かな地でリモートワークする。それができる職に就く。ここら辺が答えだろ。A 対 B。みたいな構図でしか物を考えない人が、来て楽しいような場所でないことは明らかですね。サムネでは断層しか誇るもんないのかこのクソかそい中目みたいに書くだろうけど、私はこの場所というか、このエリア全体が好きです。おいおいリアルな写真あるじゃねえか。思いっきり地面が盛り上がってて田んぼが分断されてるぞ。この写真を最初に見れば迷うもんなかったろ。虫さんも勉強が大好き。教科書への落書き用に使われる、鉛筆の黒鉛の気持ちになるですよ。というか行ったことないけど、というか閉まってたけど、隣の観察官、普通に面白そうですね。スーツくんあたりが電車で来て、ダラダラ喋って40分くらいの動画出しそう。観光地の PR なら、あれこれ広告出すより、とりあえずスーツくん呼んで動画作らせるのが、一番手っ取り早い説ありますよ。そしてさっきからずーっとアイドリングしてる軽バンの、エアコンのコンプレッサーの無謀って音がうるさい。動画ではよく撮れてなかったんですがね、深夜の道の駅じゃねえんだからよ。というわけで展望台には結局行きそびれたまま帰ります。西側の道を気持ちよく流しながら帰ろうと思ったんですが、ウエット路面の中、油断しました。シエンタノールックミサイル。私のスピードの出しすぎを反省しましたが、でもどう考えてもおかしい。見るべきタイミングで右を見ていない。おかしいんですよ。こっちは LED 全消灯を全開にしてたから、意識と顔が右に向いてれば確実に気づけた。帰り道の果てで30キロで走る軽自動車2台に詰まったし、どうなってんだよ。ブレーキングポイントもおかしいし、遅すぎるし、私の神経じゃ抜くに抜けなかったし、向こうの煽られ運転なんだけど、車間が近くなりすぎたので映像は流せないっすね。代わりに、西側の道というのがどんなものか、12倍速で流していきましょう。なんかすっごいうねうねしてるな。左側は崖にガードレールが刺さってるだけ、みたいな感じで、川は石ころゴロゴロですよ。すれ違いは、頑張ればなんとかできるって感じかな。場所が悪ければ下がらなきゃダメかもね。徐々に暗くなってきました。この時間帯の視野が奪われていく感じ、すごく落ち着かないんだけどわかる人いる？いっそのこと暗くなりきってしまえば、そっちの方がまだ落ち着くんだよねー。しかもこの時間、無灯火の無適性一般人が、かなりの頻度で出没するからな。そして、移動の時間とも被る。オートライト義務化が本当に必要な人が、そんな年式に乗り換えをするのか。警官もスナイパーみたいに一時不停止の待ち伏せせずに、この時間帯に大通りの信号待ちの列で、片っ端から無灯火の検挙しろよ。まあ要するにこういうことですよ。どんなレベルの人が何をしていても、対応できるような運転をしろってことなんですよ。そして例の30キロの人たちか。維持費で軽自動車選んでるんだろうけど、どうせ30キロなら原付の方がよっぽどいいですよ。バイクは危ない？お前が危ねえんだよ。なお危なさのかけらもない速度である。新聞配達中の私の方が、もっと攻めてましたわ。帰り際の直線で、リアのドラムブレーキがロックするくらいの、フルブレーキングの練習をしてたんですよね。どの領域での安全を目指すのか。運転に限らず、意識というか、見る高さの違いが、歩む人生に直結するんだよな。まあ同じ田舎民としては、車なしで生活するのは無理だな。